さあ、今度はクッキーですね。このクッキー、すごく大きい。私がいつもコンビニのカレーパン食べるんですけども、あれに匹敵する重さがありますね。ずっしりと。これ1個食べたら結構腹持ちするんじゃないかな。75g ということなんで、小ぶりではあるんですけどもね。まあ栄養素を見ながら慎重に食べていこうかと思いますけども、これ、完食にこれをね、いただいて、で、また筋トレに励もうかと思います。こんばんは、速稼塾の久保です。今ね、8時36分なんですよ。通常でしたら、物は食べない方がいい時間帯です。ね、8時以降は食べない方がいいですよね。今日はあえてね、すいません、プロテインクッキーいただこうかと思います。とりわけお腹が空いてるってわけじゃないんですけども、ちょっとレビューのためにね、一回やらせてください。このビスケット、クッキー、75g あるんですけども、タンパク質がね、なんと 38g 入ってます。半分がタンパク質です。ちょっとね、開けてみますね。ずっしりときます。カレーパンと同じぐらいの質量。うわ、うまそう。でかい。これ美味しそうでしょ。ミスター伊藤のバタークッキーの4倍ぐらいありますよ。いや、5倍ぐらいかな。いただきます。うん。バクバク美味しいもんではないですけども。でもね、甘みを抑えた、とっても上品な味になってますね。うん。でかいね、でも。でかい。カレーパン1個食べるみたいな感覚ですね。うん。美味しいことは美味しいです。じゃあもう二口でもういいです。時間も時間なんで。あとは明日の朝食べますね。で、プロテインのバナナ味をコーヒーのブラックでシェイクしたドリンク。ミスター M さんがプロテインについてのコメントをくださって、なるほどなと思ったところですね。やっぱりね、知っていてやるのと知らずにやるのとでは、向かう方向も結果も全然変わってきますね。では何をするときでも、まずは立ち止まって情報を得ることがすごく大事だなと思いました。今回プロテインちょっと買いすぎちゃったんですけども、何、日本人がプロテインを飲むとお腹を壊す種類があるそうですね。今日私お腹の調子あんまり良くないんですよ。もしかしたらこれですかね。おかげさんで今体重、シャワーの後測ったら84キロでした。やばいですね。ということで、今日のレビューは、プロテインクッキー、どでかいやつでございました。38g タンパク質入ってます。